どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はシンガポールチャンギ国際空港に来ております。前回ですね、このチャンギ国際空港で24時間滞在期ね、お送りさせていただきましたけども、そこで一旦ね動画区切らせていただきましたので、その次からですね楽しんでいただければなと思います。今回の路線はシンガポールからインドネシアジャカルタまで、シンガポールのファーストクラスへ行きますので、ファーストクラスの座席なんかもね楽しんでいただきたいなと思うんですけども、1点ね申し訳ない点があります。この区間ですね、マイクの調子が悪くてバイクの方がねうまく取れておりませんでしたので、ちょっとね聞きづらい部分もあるかななんていうふうに思うんですけども、ご了承いただければなと思います。では本編の方をどうぞ。ということで制限エリアに入りました。ご覧に出ましたいと思います。もうねチャージングスポットということで、ここにねあのコンセントとかもあります。 USB ポートもありますね。はい、ということで先ほどねチャンギ国際空港に日本のね修学旅行なのか卒業旅行なのか、まあこの時期なんで修学旅行ですかね、いらっしゃいまして、あの写真をね撮ってあげましたまあ撮ってあげましたっていうか、まあ私から撮りましょうかって言ったんで、親切の押し付けってやつですねさせていただきました。いやいいですね、うん、おそらく制服を着られていたので高校生の方だと思うんですけども、いやいいですね、高校生の方で国際なんですか海外旅行、うん、非常に羨ましいですけども、ぜひいい思い出をね作っていただきたいですね。あの高校生の方もね、日本人が急に話しかけてきてびっくりしてましたね、うん、変人ですよどう考えてもねということで搭乗開始が4時50分なので、もうしばらくねこの辺で、待ちたいと思います。いやチャンギ国際空港とも多分もう一回来るかもしれないですけども、ひとまず一旦お別れっていう感じですね。はい、ということでこれでゆっくり待ちたいと思います。ということで搭乗開始しましたので行きたいと思います。行きましょう。係員の方が誰もいないっていう、かなりレアなパターン、入る時にあるんですかね、うん、まあ、今回はねファーストクラスということでこちらですね。ということで無事ね搭乗いたしました。今回ね、ボーイング、777ですね、ダッシュ BR ですね、はい、こちらのファーストクラスというふうになります。まあ、前回のねスイートクラスとはまたちょっとね、違いますけども、まあ、こういった形でね、利用することができるんですね。いや座席もねめちゃくちゃ広いです。ということで、何を見ていきましょうか。とりあえず座席周り見ていきましょうかね。今ね、ウェルカムドリンクということで、今ねオレンジジュースを注文いたしました。でもここら辺とはね、はい、鏡になっております。でモニターは30インチぐらいですかね、はい、ついておりまして、こちらはシンガポール航空の名前の入ったイヤホンですね、ヘッドホンですね。はい、でここにも荷物入れと足伸ばすところですね。でこちらに物入れがありまして、下に荷物入れるところがあります。でここにね安全のしおりがありまして、ここにねちょっと見づらいですけども USB の A ポートが2つありますね、はい、で上の方に、ライト、イヤホンジャックですね。これ3段階で切り替えられるんで、ね、でこちらにね同じようにイヤホンジャックと電気ですね、あとヘッドホンがかけるところあって、こちらにですねリクライニングボタンがありますね。でこちらにリモコンがある感じです。機内設備はこんなもんですよね。いや思った以上にですね、この横の広さがねかなり広いですね、かなり広い。もう一人私が座れるぐらいのねスペースがあります。はい、ということでかなり広いですね。楽しんでいきたいなと思います。おそらくねあのブックザクックではあの料理がね注文できたので、機内食もね楽しめると思います。ということでオレンジジュースいただきました。いただきましょう。いただきます。ということで今回ですね、このシンガポールからジャカルタですね、非常にフライトタイムは、ね、短いです。大体1時間半ぐらいだと思うんですよね。はい、まあ、今回ね発見しているのはシンガポール航空の特典航空券で、前回ねスイートクラスデリーからシンガポール、シンガポールからジャカルタっていう
というね、この2路線で5万3000マイル発見しております。ですので、まあ、ここの方はね、まあ、おまけといってはあれですけども、まあ、ここはねかなり短距離のフライトというふうに思いまして、前回がスイートですね、で今回がファーストという形で5万3000マイル発見することができました。何回も言ってると思いますけども、8月以降ね必要マイル数少し上がりますので、プラス 10% ぐらいしちゃうと思うので、まあ、5万6千とか6万とかね、多分そのぐらいの前で同じ路線がね発見できるんじゃないのかなと思います。でこのシンガポール航空のマイルはマリオットポイント、もしくはアメックスのプロパーのポイントからね交換することができますので、もしね利用されたいという方はですね、そういうポイントから交換していただければ利用することができます。ということで、約ね1時間半ぐらいのフライトですけども、機内食もね一応このシンガポール航空のシンガポール発なんで、こちらあのハブ空港からの出発なんで、ブックザクックで、ね、予約もできたんで、多分ね出ると思います、あの機内食ね、はい、そちらもねお見せできればなと思います。ちょっとねフルフラットにする時間とかあるかわかんないんですけども、まあ、できればねフルフラットもね皆さんにお見せできればなと思います。ということで、まだね登場したばかりです。飛行機の心ねもうしばらく待ちたいと思います。で今回ね、座席は 1F ということで、バッチリね外も楽しめるような座席になっております。この席は、2つの窓をね利用していただいている感じですね。まあ、こっち左右ね閉まってますけども、一応4区画を利用しているみたいな、まあ、そんな感じですね。ということで、ちょうど窓からねシンガポール航空の飛行機、あともう一つからインドネシア航空の飛行機ですかね、まあ、映ってますね。ということで、もうしばらくね飛行機動くのを待ちたいと思います。ということで、それでは無事離陸することができました。ちょっと短い1時間半ぐらいのフライトね楽しんでいきたいと思います。ということで、座席前方のねお手洗いに行きました。こんな感じになっております。で全身ね鏡張りになってますね。これはちょっと恥ずかしいですねはい、でこちらにベビーの、ね、おむつ替えシートがあって、こちらにハンドソープ手洗い、あとこちらにボディーローションとか香水とかね置いてありますね。でティッシュ、ハンカチ等々もあります。特にね歯ブラシとか短距離路線なんでないのかな。いや、ありますねさすがシンガポール航空すごいですね。歯ブラシ、ヒゲ剃りありますね、ヘアブラシと。いやすごいな、この子。ということで、こんな感じでね利用することができます。バッチリですね、拡大鏡もちゃんとついてるんですね、はい。それでは、ベッドポジションにいたしました。インドネシア航空のね、このトリプルセブンのね、ベッドポジションにされても、ちょっとお隣さんの後ついてね、失礼いたしますけども、ここにね、レバーがありまして、ここをグッと倒して、こっち側に倒す。そうすると、ベッドポジションになるから。ここにね、あの本来は長距離路線だとね、今ねマットレス引きましょうかって言われたんですけど、さすがにね1時間半くらいで申し訳ないのでお断りしましたけども、これにマットレスを引いていただいてベッドポジションっていう感じですね。ですのでこういった感じですね、こんな感じで足も全然つきませんし、こんな感じで休むことができます。めちゃくちゃ広いですね、やっぱり。ANA のザ・スイードと同じぐらいの、ね、広さがあると思います。いやー、めちゃくちゃ広い、まあ、こういった感じで、まあ、長距離路線だと、利用することができる。いや、これはね多分めちゃくちゃぐっすり寝れそうですね。ということで、機内食ねもう早速準備していただいておりますのでいただきたいと思います。ということで、機内食始まりました。
いいです。めちゃくちゃ美味しいです。ということで、メインがね、来ました。ねご飯とスープ。あと、ちょっと画像後でね、出しますけど、この感じのね、チキン料理。これはね、非常に有名で、こちらでね、お食事とか、メニューというので、ね、説明欄にね、書いてありましたので、こちらにさせていただきました。スカルノハッカ国際空港に到着いたしました。夜の景色がね、非常に美しいですね。
いや、1時間半ぐらいの短いフライトでしたけど、非常に良かったですね。まあ、ちょっと言い忘れましたけども、ファーストクラスの方はですね、前回のスイートクラス同様 Wi-Fi 無料でね、利用することができますので、機内でね、インターネットも楽しむことができます。ということで無事ね、ジャカルノハッタ国際空港に到着いたしました。ということでここでね一旦動画区切りたいなというふうに思いますので、今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。いやシンガポール航空のねファーストクラスめちゃくちゃ良かったですね。またね、チェックインもね前日からさせていただいて本当にシンガポール航空さんありがとうございました。非常にね有意義な、乗り継ぎとなりました。いや本当にありがたいです。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。で次はですねこのジャカルタからねバンコクまで行くっていう風になりますんで、今回ねこちら乗り継ぎでジャカルタね利用させていただきますんで、そちらもね楽しみにしておいていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。